おはようございます。返事がないです。目が？うん。今日は今洗顔をして、最近朝パックしてまーす。今品川駅に着きました。寒すぎる。早く着きすぎたよ。パンちょっと見たいと思います。パンを買いました。何買ったの？今からスタバを買う予定もあるので、リカは合いそうなバナナマフィンで、リコは何っけ、ピーナッツフランス、ピーナッツフランスで、マネージャーさんはベーコンエビ、ベーコンエビっていうなんかカリカリそうなやつでした。スタバを買いに来ました。乗って移動するんですけど、雪が降っております。なカメラじゃ分からんかも。はい、今スタジオに着きました。めちゃくちゃ寒いんですけど、どうしたらいいですか。めっちゃ可愛いスリッパ履かしてもらってます。こんなの可愛い。リコは今衣装出してます。じゃーん、着替えました。こんな感じ。はい、リカも準備が終わったので、今から行ってきたいと思います。はい、頑張ります。頑張ります。また休憩中に撮ります。そう、今ちょっと料理をね、作る企画をしております。はい。大変？大変。頑張ろう。今からお昼休憩です。はい、じゃあお昼ご飯もいただいてちょっと休憩できたので、はい、今からまた午後も頑張りたいと思います。頑張ります。次は何を作るのでしょうか。行ってきます。はい、今終わりました。朝からだったんですけど、はい、夕方に終わりました。最初はどうなることかと思ったんですけど、うん、これ何のこと言ったかみんな多分分かってないけど、そうですね。3月8日の国際女性デーと名古屋ウィメンズマラソンの開催を記念して、ハッピーミモザキャンペーンのアンバサダーをさせていただいています。それ今日撮っていたのは YouTube とかいろんなところでアップされると思うので、うん、またリカとリコもお知らせするのでぜひ見てください。概要欄にも貼っておきます。それでは今日は帰りましょうか。はい、お仕事終わり。
はい、名古屋駅に向かっていたんですけど、ちょっとカフェに寄って帰ろうと思います。おしゃれなカフェをインスタで見つけたので行ってみたいと思います。行こうと思ったけどめっちゃ行列やばい、めっちゃ並んでる、進む。カフェ人いっぱいすぎて諦めました。どうしますかね。